はい、どうも皆さん、こんばんは。角んです。えー、今回はですね、初めて商品紹介をさせていただきます。しかもお菓子の、こういうね、漫画とかアニメのやつは初めてやるんで、んー、それでですね、今回紹介するのはこちらのね、筋肉マンのチョコ。略してニックリマンチョコになってますね。こちらね、中身を見るとほら、あ、ちょっと見にくいっすね。すいません。 ビックリマンとキンマンのコラボになってます。青コーナーもあるぞっていうことで、こちらがね、青コーナーになってます。えー、しかもこれね、ビックリマンチョコっていうのはこのウエハースのチョコでして、僕ね、大好きですよ、ウエハース。なんですけど、ちょっとね、キンマン、実は読んだことなくて <laughs>。うわそれはね、もうね、 何年以上やってんだろう ?30 年以上はやってますよね筋肉マンって。30年以上やってるやつ読んでないってね、ちょっとやばいですよね <laughs>。今確か、ウェブで連載してるってのは聞いてて、あなおかつね、アーメトークで初めて知ったと思うんですよ。筋肉マンのことを。アメトークで見てるから、なんとなく知識はあって、まあここでね、筋肉マンはもちろん、あとロビンとか、こっち誰だっけ <laughs> この人忘れたんですけど、こっちのね、あの、アトランティスとか、サンシャインでしたっけこっち。サンシャインとか、悪魔将軍、バッファローマン、アシュラマンとか、あ、あと、ここの、ね、テリーマンとか、グロッケンジュニアとか、<laughs> 名前とか、名前知ってるんですよね。勝負とかも全然知らないんですけど、それでですね、今回、まあ、お菓子なんですが、お菓子と一緒にこちら、はい。 コレクターシール。なんと24種ってことでね。うーん、すごいな。24種類もあるのか。でもね、これ、あの、一つね、108円です。<laughs> 地味に高い。<laughs> これが108円、地味に高いです。ちょっとね、24種ってことは、結局2400円ぐらい払って、全部買わなきゃいけないってことにはなるんですよね。まだ開けてないんですけど、とりあえずね、 中身見ていこうと思います。ハーはちょっと置いといて、シールですね。何のシール出たのか。あれ中入ってんのかも、シール。あった。下に。あ、そうや。そうそう。<laughs> 何だったと思ったらこれ、ウォーズマンや。<laughs> そうですね。そうや、思い出した。ウォーズマンや。<laughs> 聞いたことあります。 ま、その、それぐらいの知識しかないですけど、もうすいません。でもすごいキャラですよね、これ。脇役でも、結構名脇役なんじゃないですかね。いやー、結構レアキャラじゃないですかすげーの出てきたなボ坊主まで出てくると思わんかった。<laughs> 次が、ん誰プリンスカメハメあ、なんか師匠みたいな人でしたっけ、確か。え、ってことは、あの、筋肉マンよりも強い。 とかっていう人ですよね。お、これ、そこそこ俺レアめちゃ揃ってないですかすごいな。<laughs> で、さあ3個目いきまーす。青コーナー。じゃん。お、出た。<laughs> 主人公出ました。筋肉は。お、まさかって出てくるとはな。今のところでもすごいな。主人公名脇役で師匠って。これは、ん 師匠なんかな、まあ、ちょっとわかんないですけど、でも、筋肉マン出てくると思わかったな。えレアじゃない ?24 章の中からいきなり筋肉マンっすよ。4分の、んまあ、いいや。でも、出てきたのすごいっすね。ちょっと嬉しいっすね、筋肉マンは。他ー,ーやから、ま、ウォーズマン以外は出てくるってことか。頼むよ。うんあ誰だ <laughs> スて、ステかせギング、全然知らんの出てきたな。最後の最後にこいつかよ。<laughs> 誰誰か分かった人はちょっとコメントください。まあ自分で調べるんですけど。うん、まあね、こういうことか。もちろんね、ウエハースも後で食います。ということでね、今回は、まあ、この、4キャラ、出ました。24種ってことは、そうっすよね。じゃああと2、 20キャラいるってことですよね。うーん、どうしよう。正直ね、揃えてもいいと思うんですよ。だってシールだから、どっかに貼っとけばね、結構、いい感じになるんじゃないかなと思ってます。まあ、そうですね。うーん、2400円。あと、まあ、2000円ぐらいか。ははは。うん、わかっ。まあ、とりあえずね、今ちょっとね、お金にあんまり余裕がないんで、ちょっと全部揃えれるか、しかも、ね、希望通り全部出るかもわかんないんですけど、 まあ4つねちゃんとばらけて出てくれたのはありがたいですねもし揃えたらその揃えた分も全部ね今度配信してみようかなと思っておりますはい本日は誠にご視聴の方ありがとうございました、まあ、また今後もねこういうふうにお菓子とかジュースとかの商品紹介もさせていただきますそれではババイ